はい、皆さんこんにちは、シュナタンです。今回はいつも見てくれている皆様に重大なご報告がございます。この他編とかもかわいい、ポッキーの配色とかのがかわいいですよね。うん、黒とかネイビーにしてるんですよ。そういうポケットらへん、これを下部分にして、でポケット部分をこっちは控えめにって押さえてするみたいな。つるってしてるからなんか明るく見えるんですかね、黒いの。こんな感じ着やすそう。うん、でサイズ感はこれ、そうですね、ぐらいピタッと目で、はい、でもうちょっと結構胸元開くんで、もうちょっとこう詰める感じのイメージ。色って結構特殊な色ではない、なんかめっちゃがついっていうわけでも、もう使いやすいぐらいのなんか汗感というかがあったら、はいはいはい、見える、見えていい、下のフロントデザインイメージ。ああ、これね、はい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 、バイカートップスみたいな。これはマリーゴールドなんですけど、今回のグラフィック系は結構友達を大切にっていうのもあるし、自分を大切にっていうのもあって、花言葉を調べた時にそのマリーゴールドが信頼っていう意味があってすごくいいなと思ったので、イラストを描いてこれをエンブレムにちょっと入れてみようかななんて思ってます。ということでほぼほぼ作っちゃったんですけど、こんな感じでエンブレムをやってみました。これが実際に使われてるかどうかは分かんないですけど、こんな感じでエンブレムの参考とかをちょっと見ながら自分なりにちょっとやってみました。さっき書いてたマリーゴールドを真ん中に入れて、その周りにこのアベンモア、と、まあ、スポーツクラブ、ちょっとこれの文字はまだ未定なんですけど、スポーティー系なお洋服にこのエンブレムを使いたいなと思ったので、そんな感じでやってます。ちょっとよく見るとね、ここら辺データ汚いんですけど、修正してもらいながらやれたらいいななんて思ってます。それが流行りじゃない？短めのテック系のアウターにこういうのにして、うん、下をなんかふわふわのスカート合わせるとか、うん、この丸い形でいい？縦長は使いやすいかも。でもそんな見えるわけじゃないじゃん、うん、多分、うん、プラスチックで良さそう。カーゴスカートみたいなのがあったんですけど、うんうんうん、あれを真ん中ちょっとこういうデザインにしてて、うんうん、なんかそれとセットみたいな感じで見せてもいいかなと思って、うん、ちょっとつけてみようかなと思ったんですよ。なくてもいい。あで地の色を出す。あ、確かに。だからここと同じ、ここが抜けてるやん。はいはい。同じ地の色がグレーになったらここグレーで。うんうんうん、でもそのリニューアルっていうのを考えたときに。なんか前のものをちょっと想像させるような色じゃない方がいいかなと思って、ね、グレーに変えてみるとか、カーキをグレーオレンジ、うん、ネイビーにこの色とかでも可愛い、うんうん、黄色気になるよね。そうですね。もうちょっとグラデーが黄色の、うん、黄なんか今ここぐらいまで白がこういう気がする。パターンの取り方なの。だからここの濃い黄色を本当は もっとこうなくして、そうです、ね、白の辺が最上にして、うん、ブローのパンツすると合わせた時に具材とかが可愛い、ね、うん、かわいい。そう、その後で何かに、はい、資料で可愛い、うん、いい感じです。丈感がやっぱシュナタンよりだいぶ長く見えますかね。これ上がった分このままにします。これ上がった分こっちはねそのまま伸ばします、うん、伸ばします、うん、まあ、でもまあでもうん、いい気がします、うん、短すぎても、うん、大丈夫そうです。はい、はい、ありがとうございます。かわいい。あのジェニーの衣装みたい、最近のありました、うん、首
首輪そうだね、でもいいかな、もうちょい開けてもいいんですけど、かわいい、使えそう、おもうすごい、これでめっちゃおる位置間違えてガッタガタやったらめっちゃ面白い、綺麗にはならない、でもそれがそれがいい、うん、それですっていうスタイルだったらいいと思う、僕は生地もちょっと柔らかい、肌触りがいいやつ、あの生地は広い、私このでも好きです、うんうん、これ襟とジャージの色とどっちの方が好き、違うの可愛く見えました、本当、うんうん、このブレ感可愛い、ちょっとなんかインポート風な感じ、うん、でもやっぱ襟長いですよね、これぐらいいのかな、でもなんか長いのが可愛いよね、長いの可愛いんですけど、もうちょっとだけ柔らかくても、あ、生地がね、ちょっと白っぽい方が馴染みそう、あ、かわいい、いいんじゃない、かぁ、こっち、うんうんうん、あ、かわいい、おしゃれ、こんばんは、今日はですね、私カメラ持っていけばよかったってめっちゃ後悔してるんですけど、ポップアップの会場の下見に行ってまいりました、もうみんなで一緒にこう会場の下見に行って、ここにまあこういうのを置きたいねとか、なんか そういった打ち合わせだったりとかもいろいろやってきて、本格的にリニューアルに向けて動き出しております。チームの皆さんがいろいろ動いてくれたりとか、準備も一緒にやってくれたりとかしているので、私だけではないんですけど、もちろんでもやっぱりこう考えることだったり、こだわればこだわるほど時間とかもかかっていくので、たくさん悩んではいるんですけれども、でも本当にそれ以上に楽しみももちろんあるし、でもやっぱ緊張感というか、今回リニューアルで改めて皆さんのお力を借りていろいろとこう動いていって、こんだけの方が関わってくれてるとか、ポップアップ2日間だけでも本当にたくさんの方の力を借りないと成り立たないので、すごくそこもなんて言うんだろう、ドキドキというか、頑張ってこう恩返しもしっかりしたいなっていうのと、なんかすごいいろんな感情で今結構自分の中でもふわっとしてはいるんですけれども、まあ、一回こうブランドを止めるっていう決断をして、でまた改めてより皆さんにいいものをとか、ブランドを成長させる機会になると思うので、すごくすごく楽しみにしております。9月の後半は結構いろいろと動きがあると思うので、バタつきそうですが、みんなに本当に良いものを届けられるように本当に頑張りたいなと思っております。あー、どうだろうな、緊張するな。やっぱちょっと休止期間が長く空いてしまったので、また再出発というか、みんなの反応だったりもうすごく緊張だし、すごくドキドキはしているんですが、絶対にでももっともっとアパレルをいろんな方に届けていきたいなと思うし、もっともっと頑張りたいなって改めて思いました。引き続き頑張ります。アイテムの推しポイントや着方などをちょっと見やすいようにまとめてみました。あとは撮影のスタイリングイメージとか、これは今考えてるやつ、やっぱり紙でやった方がなんだろう、見やすいというか、自分なりにまとめられてこう勉強をしやすいというかので、こんな感じで作ってます。
これはなんかちょっとマットっぽい。ブラウンがいい。黒が一番無難で使えますよね、うん、もうちょっと詰めるか、うん、これもちょっと太くするか、これちょっと太くするか、うんうんうん、今見てもらった通り、私がディレクターを務めるアベンマーがリニューアルオープンをいたします。もうすでにインスタの方では報告とかはしていたんですけど、 YouTube でこうやって報告するのは初めてで、今回 YouTube ではリニューアルまでの過程だったりとかっていうのをお届けして、よりリアルをお伝えしたいなと思って、今回はこんな感じのご報告動画にしてみたんですけれども、アベンマーを立ち上げた時も YouTube でみんなに発表させてもらったので、リニューアルの発表もまた YouTube でしたいなと思って、皆さんにやっと報告ができました。なぜ今回まあリニューアルオープンをすることになったのかっていうと、2020年の4月9日に自分のブランドをプロデュースしてスタートさせて、それからまあ3年経って、でこう今後のなんかブランドの成長だったりとか、どういうブランドにしたいっていうのを考えていた時に、私もこのブランドを立ち上げた時に、まあ、自分の目標でもあったんですけど、やっぱりシュナタンを応援してくれていて、私のそのプロデュースするお洋服を着たいと思って買ってくれてる方ももちろんすごく嬉しいんですけど、私がプロデュースをしてるからっていうことではなく、自分が作ったお洋服を見て可愛いって思ってくれたり、このブランド素敵だなって思ってもらえるような、そんなブランドにしたいっていう思いが立ち上げ当初からあったんですけど、そういった当初の目標だったりを振り返った時に、ちょっとまあこのままだと私が思い描いてるブランドとして成長がちょっと難しいかなっていう風に、まあ、ぶっちゃけこうやりながら感じてはいたので、一回ここで区切りをつけて、また新しい気持ちでアパレルに向き合いたいなと思って、今回ちょっとリニューアル期間っていうのを設けさせていただきました。さっき動画でも流れてたと思うんですけども、4月の前半あたり、まあ、もう少し前から本当は動いていたんですけど、ミーティングをしていったりだとか、アパレルチームの皆さんと AW コレクションに向けて、いろいろと準備をしてきました。そして、やっと皆さんにこのアベンマー2023 AW コレクションを発表することができました。嬉しい。で、そうだ、そう、ロゴもね、新しくなったんですけれども、まあ、このロゴも前インスタでもお伝えはしているんですが、フォント的にはすごくシンプルな感じではあるんですけど、E と R が小文字になっているんですね。なんでここだけ小文字なのっていう質問もちょっとあったりしたんですけど、この E と R って、並べ替えると、RE で、リっていう風になるんですね。リって読むと思うんですけど、そこのリって、それこそリニューアルのリだったり、リスタートのリだったり、再びっていう意味があると思うんですね。アベマの中に R と E が入っていたので、まあ、そこをちょっと小文字にして、よりこう強調させて、新しく生まれ変わるぞっていう、パワーアップをしたアベマを届けたいっていう意味を込めたロゴにしてみました。これも本当にバランスをすごい修正して、本当にちょっとのこの、なんて言うんだろう、横幅縦幅だったり、この太さだったりとか、全体のバランスを一生懸命見ながら自分で作った新しいロゴになります。すごくシンプルなので、この今回のコレクションの中にもこのロゴを使ったアイテムだったりとかもあったりするんですけど、すごく私は気に入ったロゴができました。なので新しいロゴもぜひ皆さんにたくさん愛していただきたいなって思います。で、このコレクションとともにですね、ポップアップもさせていただくことになりました。今回もちょっと会場は投票になってしまうんですけれども、9月の30日と10月の1日とても急で申し訳ないんですが、代官山でポップアップを2日間やらせていただきます。
します。私もこの2日間は会場に実際にいるので、ぜひみんなにこうまた直接お礼を伝えながら一緒にお洋服選んだりとかできたらいいなっていう風に思っています。で、オンラインの発売ももちろんあります。今回予約販売という形になるので、その期間内に予約をしていただけたら後日配送という形で販売をさせていただきます。で、その販売期間なんですけど、ポップアップと同じ9月30日の午前11時から10月9日12時までになります。1週間ちょっとぐらいの販売の期間があるので、その期間内にご予約いただけたらこのエラブコレクションをお届けできるという形になります。今回予約販売ではあるんですけど、受注販売とはまた違うので、一応数に限りがあって、その数まで行ってしまうともうそのアイテムはなくなってしまうので、できるだけ早めにチェックしていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。そのお知らせだったりとかはやっぱりインスタグラムで告知が行くと思うので、この機にフォローしてチェックしていただけたら嬉しいです。ノベルティも用意してまして、これはポップアップで買ってくれた方とオンラインで買ってくれた方どちらもご用意はあるんですが、ナップサックがついてきます。このナップサック本当にあのノベルティのクオリティじゃないとてもクオリティが高いナップサックになっているので、ぜひ皆さんゲットしていただきたいです。でもこれも数量限定になってしまうので買い物勝ちという感じなんですが、新しいロゴとかもね入っているのでぜひゲットしてほしい。ポップアップに来てくれた方の特典が結構たくさんあるんですけど、まず一つがご来場者様全員にオリジナルステッカーをお渡しさせていただきます。で、二つ目が送料が無料になるクーポンを配布させていただくので、会場に来ていただければ送料無料で後日配送という形になります。三つ目が、私もそのポップアップの会場に行くんですけど、今回税込みで7500円以上お買い上げいただいた方とツーショットを撮らさせていただければなというふうに思います。ポップアップやりますって前インスタでも言った時に、シナタンと写真撮れますかとかっていう質問がたくさん来ていたんですけど、今回は条件付きにはなってしまうんですが、ぜひ来ていただける方は一緒にお写真撮れればなって思ってます。そして最後4つ目が、さっきも言ったんですけど、ノベルティでナップサックのプレゼントがあります。で、このナップサックはポップアップでご購入してくださった方は当日お配りできるので、そのまま持って帰っていただけます。ということで、ちょっと、ま、情報がいろいろあったと思うので、概要欄にも詳しくまとめておくので、ぜひそちらから詳細を見てみてください。実際にこうみんなに見てもらって、手に取ってもらって、アベマのお洋服の可愛さをよりみんなに知ってもらえたら嬉しいなっていうふうに思うので、ぜひぜひお気軽に、本当にお気軽に遊びに来ていただけたら嬉しいです。すごく今はドキドキしているんですけど、本当に一生懸命準備して、頑張って作り上げたので、たくさんの見て来ていただけたら嬉しいなっていう風に思います。今後もね、いろんなアイテムを皆さんにお見せできるように頑張っていくので、ぜひぜひこれからもアベマをよろしくお願いいたします。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。